Mac が好きだー。どうも皆様こんばんは、セコレトサンセでございます。さて、もうタイトルを見てお分かりだと思いますが、今回の動画はこちらiMac Late 2015でございます。ちょっと重たいから置いとく。今回の Mac っていうのはですね、僕が衝動買いした Mac とはもう訳が違うわけですよ。何が違うのかっていうと、この Mac はですね、フルカスタマイズしています。もうご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、 AppleStore で購入しようとすると iMac っていうのはですね、カスタムすることができるんですよ。僕のようにですね、動画編集をメインに使う人っていうのはですね、パソコンの機能が悪いとですね、作業がこうもっさりしちゃうんですよね。それを避けたいがために、やっぱり性能がいいコンピューターじゃないとダメなんですよ。なので、それに合わせてちょっとだけカスタムしてみました。まあ、ちょっとだけっていうか、フルカスタムなので、僕は今までいろんなものを買って紹介してきましたけれども、その中で一番高い買い物になりました。開封の前にですね、それがどういったものなのかっていうのをご説明していきたいと思います。はい。こちらがですね、Apple のホームページになるんですが、まずプロセッサー、CPU ですね、人間で言うと、この処理能力、頭の頭脳になります。2つありまして、3.3GB と 4GB、Core i5 と Core i7 のものがあるんですけど、こちらはもちろん Core i7 にしました。メモリはですね、8GB と 32GB があるんですけれども、こちらはですね、あえて 16GB にしました。これについてはですね、また別の動画でご説明したいと思います。次、容量ですね。容量はですね、2GB の Fusion ドライブが通常なんですけれども、こちらはですね 3TB のフュージョンドライブにしました。フラッシュストレージでもいいかなと思ったんですけど、家でね使うことがメインだし、まあ、壊れる時は壊れるだろうという考えで、やっぱり容量大きい方がねやりやすいわけですよ。壊れてもいいようにバックアップも取ってますからね。なので 3TB のフュージョンドライブの方にしました。次です。グラフィック。もちろんですね、動画っていうのはグラフィック GPU を使えますから、こちらのですね AMD の 4GB のビデオメモリの方にしました。こっから先はですね付属になるんですけれども、こちらもですねせっかくなのでいろいろつけてみたというような形になります。で、この iMac をフルカスタマイズしていった値段が、はい、こんな感じでございます。すごい半端ない値段です。こちらをですねフルにまあ使いまくっていきたいなというふうに思ってるので、僕的にはですねいい買い物なんじゃないかなというふうに思っております。じゃあ早速長くなりましたけれども、開封していくことにしましょう。はい、というわけで、これがですね、iMac のLate 2015になります。こんな風になってます。わかんないかもしんないけどね、すげえでかいね。携帯とかちょっとここにさらっと置いてみると、こんな感じです。めっちゃでかいのがわかると思うんですけども、このパッケージはですね、エルキャピタンですが、今のね、OS がパッケージングされているという感じですね。横には Apple のマークが入っていて、後ろ側はこんな風に横向きをした iMac の絵になっておりますね。ここにですね、開封口がありますので、ちょっと開けていきましょうか。いくぞよ。ピリ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 。これじゃいくぞ。重たすぎる。さあ、いでよ、俺のニュー iMac オープン。よいしょー。おー。こうだわ、こうなってます。こっち側に一つ入ってたものがあるわ。なんだこれ。形的にはキーボードっぽいね。Designed by Apple in California って書いてあります。知ってます。カリフォーニアでしょ、知ってるよ。他には何が入ってんだ、立てなきゃいけないのか。こういうことだね。こういうことだったんだね。ほうほう。よい。がっちりガードされてます。よいしょ。よいしょ。ガシッ。よいしょ。空になるとこんな感じしか入ってなくて、本当だからこういう風になってて、こう倒せばもう開きますよっていう、さすがアップルおしゃれ的な開け方になってたわけ俺はそれは全く無視して普通に開けてしまったけれども、あっあっしまった、すでに早くもこの発泡スチロールを壊してしまいました。届いたばっかりで全く使うことはねえと思うけれども、すでにちょっと心が痛んでおります。で、入ってたね発泡スチロールの中になんか封印されてるものがあって、これなんだ、ビリって開けると出てきます。こんなとこに入ってってか、すごいね。電源ケーブルだ。電源ケーブルこんなとこ入れちゃうの、この発想はなかったな。俺買った時こんな風になってたっけな。ここにペリって開けるとね、電源ケーブルが入ってるっていう。だからこれは落とし穴的発想だよね。いきなりさ、開けたらここがズボって落ちていくっていう。だからアップルの落とし穴にはまってるんだぜっていうこと。というわけで皆さん、このですね、高い買い物をした時についてくるこの高級そうな布に包まれているもの、これが iMac の 5K です。長かったです。ここに到達するまで。早速、撮ってみるかい。あ、ちょっと待って。え、なんで？ちょっと待って、なんで？今気づいたんだけど、ここ、変な毛がここに一本挟まっておりましたけれども、これ中じゃないよ。あ、外だね、外。あ、びっくりした。これ俺かな？俺のせいかな？まあいいや、とりあえずそういうのもありました。表面はこのすごいふわふわとした布に、うっすら、Appleのマークが入っております。後ろ側は、さっきのちょっとした縮れ毛があって、その向こう側に Apple のマーク。それと、ここはビニールで封印されてますけど、ここに電源がさせるようになっていて、ここ、封印ポイントです。封印ポイント。ちょっと開けてみるかい？ペリペリいってます。シールだから当たり前だけど、ペリペリいって、わーがー、ワイルドに破いちゃったけど。のっ、のっ。さあ、封印を解くぞ、ニュー iMac かもー。美しいという。がビニールかぶっております。ビシッと透明保護フィルムに包まれてる。めっちゃ過保護感出てますね。裏側に行くとドドン、これです。もう使い始めると一切見ることはないこの Apple のマーク。そしてここがですね、接続と拡張性っていうことでですね、いろいろあります。一番左側がですね、ヘッドフォン端子。前まではですね、ヘッドフォンとあとマイクをですね、こう接続できるコードを使えば外部マイクも入りますよっていう仕様だったんですけれども、今はヘッドフォン端子だけになっていますね。そして SD のカードスロット、 USB3.0 が4つ、サンダーボルト2のポートが2つ、そしてギガビットイーサーネットとなっています。ギガビットイーサーネットはあんまり使わなくって、サンダーボルトケーブルをですね、今後使うことになっていくと思うので、そちらの動画もお楽しみにということで、ちょっと後ろ面からこのパリパリ取っていきますよ。の、おーここにですね、ビリヤードの球を落とすための穴みたいなのが開いてますけども、こっからですね、覗くと、こんな風にですね、ケーブルが見えるわけですよ。角度ずらして横から見ると、ここですよ。ここに電源を差し込んで、ここにちょっとした四角く区切られてるスペースがあるじゃないですか。ここはですね、いわゆるメモリなんです。メモリ。さっき言いました、16ギガのメモリを僕は選択したって言ったんですけど、ここはですね、32にフルに自分で積むこともできるわけです。なので僕はここをですね、自分で後でやろうと思うので、あえてその、16ギガ半分のメモリを買いました。なのでそちらの動画も作っていくのでお楽しみに。ここね、後ろ側こんな風にファンがついてるんだね。知らなかった。5K でこんだけガンガン積むとファンの音とかめっちゃうるさくなるのかな？どうなんだろう？ちょっと使ってみないとわからないけれども。じゃあこのペリペリ早速剥がしていきましょう。ね、ね、よいしょ。このペリペリは前まで行って、前も全部剥がせるという仕様になってるわけです。よいしょ。前のペリペリもこっち来ました。行くぞ。よいよいよい。触ってるぞ。シャキーン。今までですね、このホワホワのシートやフィルムによって何重にも保護されていましたが、このシートを剥がされたことによって今まさに社会に旅立ちました新成人おめでとうということで、